新聞よし、こんにちは。明けましておめでとうございますと言いながらね、ちょっと時間経っちゃって、今日はもう何時だっけ、6日ですね。仕事始まりはもっと早かったんですけど、まあ、ここのね現場の事務所が動くのが今日があるということで、撮影も今年初めての撮影になります。まあね、今年の最初の動画は何しようかなと思ってて決めてなかったんだけど、挨拶だけじゃ面白くないから、ちょっとねこれをねこの間買ったんですよ。スマートウォッチ、年末に3500円で買ったやつね。これのさ血圧計とかいろいろついてんだよね、脈拍とかさ。この血圧がさあまりにもいい数字ばっか出てさ、大体80前後から下がね、で上が130超えない範囲で、なんかもう理想値みたいなのがいつも出るからさ、いかにこう当てにならないのかなっていうのをさ、ここにね、まあ、ちゃんとしたっていうのはこれがあるからさ、これと照らし合わせてね、これだと結構高めって出るんですよ。病院で測ると高めってもまあ140いかないか超える時があるかっていうのがほとんどなんですけど、まあ、それとね照らし合わせていかにこうスマートウォッチどうやって測ってるのかそもそも分かんない、原理もさ、まあ脈拍は分かるけどね、まあその辺をちょっと検証してみたいなという動画にします。年の初めの動画は血圧&スマートウォッチの、血圧が当てになるのかならないかでやろうと思います。それでは後ほど。それではね測ってみたいと思います。ただワイシャツの上からね、右手に今血圧計の輪っかつけて、やってるんですけど、これから測るんですけどね、まずねこっちね、これ買ったやつね、これどう見えるかな、このね猫ちゃんがね、うちの猫ちゃんね。で測れるのはね、携帯を探すとかストップウォッチで、これメールが来るとこれを教えてくれるんだけど、天気予報、まあ運動モードってあるんだけど、まあいろいろこれやると何でやるとかさ、ああ発展始まっちゃったら、らららどうすりゃいいんだ、まあいいや、これ終わり。でこれが血圧です。じゃあ血圧をこっちで測って、でこっちもやります。ちょっと数字ねちょっとかぶっちゃうな。124-82、触っちゃいけないだろうか、喋っちゃダメなんだろうけどね。高いな、153-103、こんなん出たことないな。もう一回ちょっとゆっくり深呼吸してやります。144-97、大体ねこんなもんなんですよ僕。だからねやっぱりこれは当てにならないね。脈拍も69って書いてあるけど、どうだろうね、これで脈拍測ってみようか。124-80でやっぱ全然違うもんね。
まあ、69って出てこれ74だから、まあ、そんなにどうなの差はないのかな。うん、まあ、どうなの、うん、こんなもんか。まあ脈拍はね裏にねチカ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 光ってんだけど、これどういう風になってるのかってさ、こういう風にねチカ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 光ってんだよね。まあこれでセンサーになってるんでしょうけど、血圧はねやっぱり当てにならないですね。これはダメ。あとなんか血中酸素なんだっけなんかあるんだけど、これ99と98がいいっていうのがいつもそれも出るんだけどよくわかんない。これはまあそんなところでね、差が血圧はやっぱり当てにならないっていうことが分かりました。それでは、まあ今みたいな感じですならね、そのスマートウォッチの血圧ははっきり言って当てにならないっていうことですね。今の状態っていうか時間でいうと今ね10時半で朝飯食べてない状態 でちょっと今現場をフラフラしたんでっていう環境の中の血圧です。まあ大概まあ僕上が140前後なんでね、で下がまあ90前後かな。まあやっぱ世の中でいうと薬飲みなさいって感じらしいんだけど、僕は一切飲んでないんでね、今回の実験ではね当てにならんと。で脈拍の方はねまあそんなに誤差はなかったですね。うん、あとスマートウォッチでいいのはね、まあ寝たまま今やってるんですけど、睡眠の時に、まあ、熟睡してる時間とか浅い時間とか判断してくれてるんですよね。まああと今体温どこでも測るからさ、体温も測ってくれるんだけど、体温ねそんなに差はないですね。うん、まあそれはそのまま使えるのかな。ちょっとこっちの方が額より冷たいのか分かんないけど、ちょっと 0.36 度5分の時に36度1分とかさ、それぐらいの差はありますけど、まああとは睡眠時間のさっき言ったあれは便利かな、熟睡時間、多分寝てる間寝返りとかそういう動きがある時は熟睡してないっていう判断をしてるのか分かんないけど出てるんですよこう。まあ、例えば12時、夜中の12時から朝8時まで寝ましたっていうと、色が塗ったとここからここの時間帯は熟睡してました、ここは浅いですとかさ、あと、まあ、動き回ると勝手にまたこれが判断して、トイレとか行ってるとねそれがねちゃんとそれもチェックされてるんですよ。手があのなんていう動くだろうから、で動き始めてちゃんと動き始めたっていうのが覚醒っていう時間で、それがまあ起きましたよっていうのがあの時間なんだよね。まあ、あと3500円だからさこれさ、うん、それだったら、うん、気休め程度の数値はねいいのかなと。あとね、さっきの運動モードみたいなのあるんだけど、あれでウォーキングとか言うと地図をね携帯と連動して地図上にどこ歩いたとか何キロ歩いたっていうのが一応測ってくれるんですよ。それも記録してあって、だから何日か前にこのルート歩いたよとかそういうのは見れるんですよね。だからまあ、ぜひね、買おうと思っている人は、数値は、血圧は当てにならないが、他のところは別にいいんじゃないかなと。値段にしてみれば、良い買い物だったと思ってます。まあ、それではね、新年最初の動画で、なんかトロトロしてるようになっちゃったけど、まあ、今年も動画いくつね、上げていきますので、ぜひ見ていただければと思います。それでは、新年よし。知らねえって言うんだったら教えてやってもいいぜ。マグロのイロハ。